はい、皆さんこんにちは。今日はですね、レジェンド妖怪のイケメン犬をついにですね、召喚していきたいと思います。はい、昨日なんですけど死神鳥、イケメン犬を召喚するのに必要な妖怪の最後の一匹だったんですけど、死神鳥をですねゲットできまして、ようやく妖怪メダルがですね揃いました。これですね。うん、7つ、ずいぶん前から7つは揃ってたんですけど、この最後のね一つの死神鳥がなかなか揃わなくて、まあ苦労したんですけど、ようやくですよ。はい、レジェンド妖怪のブシニャン、シュラコマと続いて、今日はですねこれを早速イケメン犬を召喚します。 A ボタン。イケメン犬。おお、すごい。あれですね、レジェンド妖怪ってメダルの縁がなんかプラチナみたいな色になってるんですね、これ。おお、こんな感じか。はい、あとね、この花坂 G も残り1匹なんですね。これ何だったっけな、最後の一つ。これは、あれだ、伏竜だ。これもね、早く解放じゃない、召喚していきたいと思います。なんて言ったってね、最新作までもう1ヶ月ないですからね。山吹鬼はね、もう無理です、これは。これはね、最新作発売まで召喚したいなと思ってたんですけど、まあこれは絶対無理ですね。うん。妖怪ガシャで、まあ運任せですからね、自分が努力してもどうにもなんない領域なんで。はい、今回の動画はですね、結構短い動画で申し訳ないんですが、レジェンド妖怪のイケメン犬を召喚してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。